壁は神の英知によって作られ、そうか、奴らを壁の中に招くことがないように。絶対ダメ。下手に外に出ようとした。あれ、ミカサ、なんでここに。なんかすっげえ長い夢を見てた気がする。そろそろ帰ろう。そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの。俺が泣いてたとか言わない。でも理由もなく涙が出るなんて、一度おじさんに見てもらったら。バカ言え、マジに言えるか。そんなことハンネスさん、あの仕事一日中ここにいるわけだから。そんなんでいいぞ。お前らも一緒にどうだ。エレン、なんだよ。調査兵団はやめた方がいい。お前も調査兵団をバカにすんのか。おかわいいこと。行くぞミカサ、英雄の凱旋だ。くっそ、見えねえ。これだけしか帰ってこない。モーゼス、息子がモーゼスが見当たらないんですが。モーゼスの母親だ。持ってこい。息子の死は人類の何の成果も得られませんでした。ただいま。あら、エレン、今日は珍しく頑張ったじゃない。ああ。エレンが調査兵団に入りたい。ミカサ、言うなって。何を考えているの。どうして外に出たいんだ。今までに死んだ人たちの命が無駄になる。そうか。エレン、地下室を見せてやる。本当に。ずっと秘密にしていた。行ってらっしゃい。何すんだよ、薪が散っちゃったじゃねえか。悔しかったら殴り返してみろや。やめろ。エレンだ。バカめ、また来やがった。打ちのめされてるのか。カモにしてやる。ミカサがいるぞ。あいつだ、俺を見て逃げやがったぞ。ミカサを見て逃げたんだろ。一人で立てるよ。あ、そうか。王政府の方針として外の世界に興味を持つこと自体を多分協力した覚えはない。自分の命をかけるんだ。やった、なんだ、爆発か。そんな、あの壁は50メートルだぞ。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われて